一応全体調査終わりました。それで分かったのは、さすが旗一族っていう感じで、結局そこの呉の橋があるんですけどね、そこを渡ると八坂神社がありまして、八坂神社、養蚕神社って書いてありました。すなわち旗一族が、最も重視した旗織物の原料となる蚕ですね。そういう服を作る、呉服を作る技術のもとも旗一族が、作り上げたという、そういう感じで、祇園祭りとか、その大元になっている八坂神社も、やっぱり旗一族のものだっていうことが分かります。だから、恐るべし旗一族。この影で、今も多分操っているんでしょうね。白木家唐国、唐揚げ神楽の発祥、神輿の発祥地、宇佐神宮宇佐というあれです。売り込んでました。じゃあ、また動画は後でアップします。